若いうちにこれはやっておくべきというと思うことがあれば教えてください。うわ全然わかんねえな。若いうちにこれやっておくべき、男性か女性かわからないんですけども、お腹いっぱい揚げ物とか食べといた方がいいと思いますね。これを書き込んでる方が何歳かわかんないですけど、まあ10代20代の方が多いと思うんですが、10年後本当に揚げ物って食べられなくなるので、体がマジで受け付けなくなるんですよ本当に。俺もある程度収入に余裕ができるようになったら腹いっぱいとんかつ食おうと思ってたんですけど、収入に余裕が出てきた頃にはとんかつを全然美味しいと思わなくなっちゃったんですよ。こんな不幸はないので、若いうちにやっとくべきってことは若いうちしかできないことなんですよ。それは意外と勉強じゃなかったりするので、勉強は何歳でもできるしね、多分90ぐらいまでみんな生きるので、そんなに焦んなくてもいいと思いますね。